おはようございます。おはようございます。ダイワスタッフの戸田元気です。ダイワフィールドテスターの隅田直樹です。今日は三重県新間の上位丸さんに来てます。はいはい。ね、冬はアーモンドシーズン、ジギングでね、なんだか今日一日楽しみたいと思います。今日はね、なんと 100m 土手ら流しっていうなかなかね、体力勝負なところで、とりあえずまず朝一投目いってみましょうか。はい、そうですね。僕は、FK ジグの今年新サイズですね、 210g。 はい、僕は TG ベイト180で、はい、とりあえず様子見ていきましょう。頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。お、食った。おっしゃ、グッドサイズ。重てー。おっしゃ、食った。ハマチダブルヒット。ダブルヒット。ニューフラッグシップダイワイグジスト、ライト、タフ、すべてのアングラーの求めてきたものを実現する新たなコンセプト LT。 60年目の革新イグジスト。薄暗い時からシャワー出すの久しぶりですね。うまや、なかなかない。ジギングライダー初めてかもしれない。そこつかない。そこつかへん。ほんまにそこつかへん。ついた。どうじゃったの。はい、どうじゃったの。どれぐらい上げていいんかも、どうしていいんかも何もわからない。とりあえずシャクロ。とりあえずシャクロ。TG180。 うん。おっ、おっ、ヒットはすみちゃん。おっ、何やろ、青子でしょ。おお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 ハマチやない。ハマチやね。そら軽いわ。あ、まず。あ、多分今日一番ちっちゃいサイズの壊したかもしれない。俺もそんなやつのすれちゃう。これ全然引かへんねんけど。あざす。えらい向こうで浮いてる。何やろ。ほら。トレさん。トレさんサイズ。こういうやつトレサイズとかいう言い方やめてください。トレサイズや。そら重たいよ。あー、えら。はい、朝一一発目、ハマチダブルヒット。ダブルヒット。いや、まあね、ちょっとこれからサイズアップするってことで、そうですね。でも海自体の滑車は良さそうなんで、はいはいはい。まあ、とりあえず坊主逃れて、とりあえずビキ。はい、ジグは僕 TG ベイト。はい、僕も TG ベイトの坊主。同じかな、180。はい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 。フォールで食ったで、当たりも楽しめへんだし、引きも楽しめへんだし。いやいや、すみません、食ってへんから。刺さった。フォールで刺さった。お、食った。お、ナイスフィッシュ。おお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 お、無理でしょ。ちゃちゃ無理じゃない。無理ではないけど。よう、今 10m 以上出たでしょ。全然いかないのよな。ほほほ、よっしゃ、今の当たったね。今のは食ったね。さあ、ありがとうございます。おっしゃ、グッドサイズ。隅沢サイズ。そんなもんすか。あ、そんなもんじゃない。そんなもんじゃない。ほっ、おっと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 、よいしょー。重てー。よっしゃ。食いました。
何でしょう。ガーッと走らんの。全く走らんす。はい、2本目同じく浜地です。結構ね、活性高いんですけど、なかなかちょっとサイズの釣り分けが難しいんで、ちょっとジグのサイズ大きくしてみます。はい、とりあえず2本目。はい、本日メインで使用しているロッドの説明をさせていただきます。まず私の方は、ソルティガ BJ の 62HB スリルゲームと、全身フルソリッドのメガトップを使うことによって非常にしなやかに曲がるロッドとなってます。で、こちら柔らかい竿なんで、ショートジグ、TG ベイト、VS ジグといったようなところをはじめとして、ショートジグを飛ばしすぎずにしっかり泳がしてしゃくるといったことをやりやすい竿となっております。めちゃめちゃ細い竿なんで、こんなんで本当にブリ大丈夫なのとか言われるんですけれど、曲げ込んでからが、このロッドの真骨頂といった形なので、ぜひ恐れずに曲げて使ってみてください。はい、隅澤さんお使いなのは、はい、僕が使っているのは、ソルティガ BJ63XHBS ということで、まあ、この S は、ティップがソリッドになっている、モデルで、ソリッドティップですごく、はい、ここだけしなやか、かつその当たりがあった時に食い込ますことが、十分できるロッドになっていて、まあ、全体にローレスポンスと呼ばれる弾性を落として、ジグをあまり跳ねさせずに、で当たりが届くようにしっかりバットで、バットは結構張りがあるので、ここでまあしっかり、フッキングさせるっていうコンセプトで、ジグをあまり飛ばさずにしなやかな動きをさせて、当たりがあった時にソリッドティップで、食い込ませる、でバットでしっかり合わせてフッキングするっていうコンセプトで、すごくバラしにくい、バレが少ないロープですね。ショートジグからね、FJ ジグとか結構全部、ああいうジグまでしっかり遊んで使うことができて、ぜひ使ってみてください。はい、ジグ、FK ジグの 210g、シルエット大きくして、針切れも40フックに変えて、ちょっと大きな狙ってみたいと思います。あ、鳥さんが来た。聞こえ悪い。スミジを捕まえる穴から逃げてきますよ、そんなイワシみたいなやつ。あー、くさやつや。土手だからちょっとこっち走ったら分からないですね。いる、サバちゃん、これサバや、サバや、サバや、よっしゃよっしゃお、よっしゃ俺の細いや、ええの取れてるで、気持ちが楽よ。それで何釣りましたっけ。ブリの子供に。ブリ子にやな。よっしゃ、食った。おお。軽い。これ言いましたけど、軽いっすね。サバフグスレ。こんにちは。40フックつけたのにまさかのサバフグ。はい、次行きましょう。次行きましょう。お似合いよっ。はい、クタ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 、サバフグか。いっちゃうまいですよね。ほんまにサバフグ。今から全然いかへん。フグつかへんね、俺多分。フグつかへん。サバ。何これ、レンコ？お、レンコや。TG8。もう何でも食いますね。もうもはや餌って言われるぐらい餌です。はい、本日メインで使用しているジグを紹介させていただきます。まず、隅澤さん。はい、僕が持っているのは FK ジグ。はい。で、鳥さんの方は、TG ベイトの 180g、はい、タングステン製になります、はい、で、まあ、FK ジグなんですけども、ホールキラーと呼ばれるぐらいホールで本当にキラキラ、してぜひドテラでもバーチカルでも両方使っていただけるジグで、ぜひぜひ使ってみてください、はい、私の方 TG ベイトなんですけれど、まずこちら、タングステンで 180g でなんとこのシルエットといったのがまず最大の特徴です。あとコンパクトで重たいんで、
通常210とか250を使いたいようなシチュエーションでも180で十分底取りできるといったところが特徴となっています。青門からマダイ、シーバスとかサワラ、いろんな魚 ね釣れるんで、はい、必ず1本持っておいていただけたい事業となっております。はい、あ、しんど。台湾ルアー合衆国史上初の水深、水深 130m ドテラなんで糸 200m 近く出ていきます。1回目の食事は元気じゃないけど、2回3回となるごとに食った。今度は？え？今度は？今度はね、ハマチかな。何、餌で食った？餌です。ハマチ。いきます。はい、TG ベイト 150g、スピニングタックル使って、早巻きワンピッチ、早巻きワンピッチで追わせてワンピッチのタイミングで食わすといった感じで食いました。惜しかった。あ、今のよかった。お、これで食った。こんな違うわ。さっきと違う。何に変身したんやろ。ガシか。本命ガシ。本命ちゃうけど A サイズ。あ、来た。おお、ええじゃないですか。あっしゃ。おお。あっしゃ。あ、なんか食った。マジか。そんな言うもんじゃないですけど。久しぶりに食いました。ほぼほぼです。 TG ベイト 180g ピンクシルバーですね。なんかもう左手上がらん。今日容赦食った。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は、島沖ドテラ流しの、ね、はい、ね、ジギング、普段僕ら結構ね、鳥羽の方とかで、ドテラじゃなくてバーチカルの方が多いんですけれど、まあ、ドテラもね、たまに面白かったですね。そうですね、面白かったです。水深 130m で糸 200m 以上買い出しが、はい、まあ、でもその辺まで対応できるようにね、今年 210g の、ゲージグ、はい、250g まで追加されてるんで、かなり深いところまで対応できると思いますんで、はい、でやっぱりこのフィジベイト、はい、185、はい、めっちゃ速いんで、今日もちょっとね、流れの速かったらついつい、使ってしまって、武器になります。まあ、長岡の方もね、住沢さんのいい青物で、そうね、よく行きましたね、はい、よかったと思います。楽しかったです、ね、ハマチも釣れて、面白かったです、この後、1月、2月と、青物しばらくこっちの方も続いていくので、ぜひ島沖遊びに来てください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。